ネクロマは平坂読みによる日本のライトノベル。イラストは二郎が担当。メディアファクトリー MF 文庫 J より観光。物語の主軸に死者の蘇生というファンタジーではありながらも重いコンセプトを置いているため、執筆の際には人が生き返るということをあまり肯定的に書かないでほしいと編集部から言われていた。ジャンルはラブコメディではあるが、ライトノベルとしては、 性的に、またグロテスクさの面で過激な表現が多い。これは、著者の作風でもある。主に三人称視点で進行する。ソリス・アレクサンドロは、洋詞探麗頭脳優秀、巧妙な司令術の家系という完璧超人。しかし、幼い頃に起こした、ある事件のせいで、心霊関係が大の苦手であり、司令術からは身を引いていた。そんなある日、部屋に帰ると、 そこには自らを、真白と名乗る骸骨が。その、真白こそ、ある事件を起こしてまでもソリスが蘇生させたかった、幼馴染みであった、ネクロマ。2007年6月30日、初版発行 ISBN9 兆7848億4011万8736ネクロマ。22007年9月30日。 初版発行 ISBN9 兆7848億4012万432ネクロマ。32007年12月30日、初版発行 ISBN9 兆7848億4012万1118ネクロマ。42008年3月31日、初版発行 ISBN9 兆7848億4012万1934ネクロマ。 後2 0 0 8年7月31日、初版発行 ISBN9 兆7848億4012万3334ネクロマ。62008年11月30日、初版発行 ISBN9 兆7848億4012万4850ネクロマ。2009年4月24日、 初版発行 ISBN 9兆7848億4012万7264ありがとうございます。